おはようございます,ミチャンネルです。ちょっと髪の毛を切りました。イエーイ。あの、最近思うんですけどね、まあちょっとあの僕昨日あの YouTube 見ててすごくいいなぁと思ったのね、ありましたんでちょっと皆さんにご報告したいと思います。あの、キングコーング梶原のね、あの、カジサックですね。まあ僕はあ,のあれ、まあ、そんなに特別見てなかったんですけど、まあしかしね、まああの、 芸能界ではですねすごく先駆けというかねであの上沼恵美子のねああいう番組なんかもあのラジオで時々聴いてますのでね、まあ、カジサックとか、えー、やってるんだなということはよく知ってましたしで時々まあ何個か見たことあるんですけどねあの歌なんかもすごくあのいいと思いますよあのいい歌歌ってるなぁと思うんですよね。 ちょっとやっぱり一つね。良か,かったのがあったんですやっぱり山本極楽トンボですね。えー、のまあ、空白の10年間という動画がね。良かったので、これあのま入って貼っとこうかなと思って。まあ人それぞれやっぱりね。僕はあのもちろん彼はね。そのいまあ、いろんな噂もあるんですよね。実はその。 おまあまあ、そこが悪いとかいうのもあるしもともと悪かったというのもあるしその反省してる間もいろいろ飲み歩いてたとかいう記事も見たことあるんだけどもしかしまああのー、今回のですねその「家事サック」の番組はねやっぱり非常にこう悪いことというかその失敗ですよねみんな失敗はもうするんですよねもう本当に。 悪い,悪いことというよりは、まあ、本当に悪いことしなくても例えば事、まあ、業、ね、失敗したとかねお,、まあ、お金の問題が起きちゃったとかねまあ例えば離婚したとかねそんなこともねまあ、人によっては失敗と思う人もいるし、えー、人前に出れないなとか思ったりすることもあるんじゃないかなと思います。やっぱりその,その 仕事関係なんかも順調な時の方が少ないんでね、うまいこと言ってる時ってわずかですよね、その間すごくね、心が軽くて楽しいし、気分もいいんですけど、それがそうじゃない時は非常に心が重いというかね、失敗というかま、まうまくいってないんじゃないかなとかいうふうに思うことが本当にね、多いんです。で、その時にね、やっぱりそのやっぱ失敗からこう、 乗り越えた人というか、その失敗してもね立ち上がってきた人の話っていうのは非常にねあの心に刺さるなと思いましたので,で、まあ、どんな話か、まあ、僕が説明するのもあれなんで、まあ、直接、ね、2本あるんですけどね2本とも貼っときますけれどもすごくあのまあやっぱりその、まあ、やっぱ失敗してですね、まあ、心から反省するというところにもなるしふ、まあ、普段からまあ彼の。 ことを、ね、よく思う人もよく思わない人もいたとは思うけれども、まあ、そういう友達が助けてくれたということですよねそれがそういう、まあ、友達に感謝という気持ちもすごく、まあ、入ってましたし、えーまあ、そういうお寺関係宿坊でですね1年間、えーまあ、頑張ったというかね反省の気持ちとともに、うんまあ、もちろん彼が言っていることをですね100%、まあ、あーお話としてですね作っている脚色している部分というのはね あの絶対ないとは言えないんですけどもしかしまあ聞いてるとまあそんなに矛盾はないような気もしましたしねやっぱり彼がそのどうでしょうかねうーんまああ,のああいうそうですね、まあ、芸能人として、まあ、売れてた時代ですから、まあ、羽目を外してですね、まあ、むちゃくちゃなことをしたりとかまあ,あいろいろありましたけどもまあしかし十分にですね えー、もう十分すぎるほど確かにあの芸能界ではですね叩かれたと僕は思うんですよね、えーまあ、今は例えば宮迫のですね、まあ、そ闇営業問題闇宮迫だけじゃないですねロンドンブーツとかですねいろいろあると思います、まあ、どの程度、えー、批判されこれからどの程度ですね見過ぎじゃないけどもあるかわからないけどしかし人間叩かれたら叩かれるほどというか落とされれば落とされるほどまた上がってきた時に 輝くものがあるなと思いますそれでだからあのまあ僕らみたいにねうまいこと言っ,てし言ってる時もあればうまいこと言ってない時は非常にこう落ち込んだ人にとってはやっぱり非常にそういう話っていうのはあ意味があるなというふうにでそういう意味ではあの普通のテレビ番組も,もちろんねいい話いっぱいあるんですけど YouTube はこれがありがたかったなというふうに思いましたあのまあもし時間あったらね見てくださいあの非常にあの僕は良かったなと。 心からちょっと今回思いましてね、でまあこの動画をちょっと上げることにしました。まああの本当にね自分のことをですねいろいろあのまあ、考えてこれ根先が真っ暗だなとかね落ち込んだりとかすることはあるけれども、まあ本当にあの自分がねまあのんたろうさんよく言ってるようにこう神だというかその、うん、神であると。 えーまあ、自分、まあ、そんなことまで思えたらねそんなこともうもうもうねもう楽勝なんですけどね、まあ、そうなかなかね思えないんですねやっぱりね、えー、人と比べてとかまあその、まあ、自分惨めな気持ちになる時,時はあると思うんですけども、まあ、そういう時にねこう見る動画としてはね今回の、まあ、その、まあ、山本氏のですねその空白の10年間を えーまあ、どんな気持ちで過ごせたかという、まあ、どういうふうに過ごしてきたかというそしてまあ今,今がどういうふうにあるかということですね、まあ、これはなかなかあのいい一つのお話だなと思いましたまあその、ね、事実は知りませんよ、まあ、そのまあお笑いだしねやっぱその脚色があるかもしれませんけども、えーまあ、面白い話だし楽しかったです。ということでねあの朝からちょっとみっちゃん寝るんでねこんな話しましたけどね えー、また何かこういいお話とかね参考になる話あったらまたご紹介したいと思います以上みっチャンネルでしたご静聴ありがとうございました